リカちゃんがお風呂に入ってる間に、どこかしら、あったわ。これね。ただいまー。あら、おかえり、リカちゃん。リカちゃん？うん？どうしたの？ママ。おかえりって言ったじゃない。返事ぐらいして。あ、ごめん。今スマホに夢中になってたよ。もう、何かあればスマホって。リカちゃん。スマホがないと生きていけないの？生きていけないかもしれない。スマホがない生活なんて考えられないよ。あ、そうだ。あのアプリやんなきゃいけなかった。ちょっと部屋行くね。もう、リカちゃんったら。困ったものね、ちょっと。もう、スマホ依存症かしらね。パパ、なんだよママ、どうしたの？ねえ、リカちゃんなんだけど、最近スマホばっかいじってない？ああ、そうだな。そう言われてみると、スマホばっかりいじってるよな。ねえ、ちょっと良くないと思わない？スマホがない生活なんて考えられないんだって。まあでも今の子はしょうがないんじゃないか。みんなスマホ持ってるし、 YouTube とかいろいろ見たいものあるしな。でもそればっかりじゃ困るじゃない。まあそうだけどな。でもリカならさ、ちゃんと分かってると思うよ。そうかしら。大丈夫だってな。もうパパは簡単に考えてるんだから。ねえママ、どうしたのリカちゃん。ねえ、目薬ない？あるわよ。どうしたの？なんかさ、目が痛いっていうか、なんか見にくいっていうか。それスマホの見過ぎじゃないの？違うよ。なんかさ、目が疲れてるだけだよ。だからそうじゃない。スマホの見すぎよ、絶対に。そんなことないってば。じゃあもういい目薬は。リカちゃん。もう、絶対にスマホが原因よ。どうにかならないものかしら。そういえばこの間テレビで、子供の携帯を時間制限とかロックができるっていうアプリがあるって聞いてたわ。それやってみましょう。リカちゃんがお風呂に入ってる間に、どこかしら、あったわ。これね。よし、これでリカちゃんのスマホにあのアプリをインストールしたから、あとは私のスマホに一緒のアプリをインストールして、ロックができるってわけね。よし。よし。さあ行きましょう。こうしてと。できたー。これで、リカちゃん。1日に2時間しかスマホ使えなくなったわよ。どうなるかしら。ママ、大変。どうしたのリカちゃん。おかえり。ただいま。ねえねえ、私のスマホ使えないんだけど。あら、もうリカちゃん2時間今日使ったの？スマホ。どういうこと？私がね、1日2時間しかスマホが使えないようにロックをしたのよ。いつの間に？いいじゃない。リカちゃんがスマホを使いすぎるからよ。ねえちょっとロック解除してよ。ダメ。もうリカちゃん使いすぎだから目も悪くなっちゃうわよ。トットママどうにかしてよ。どうにかするわけないでしょ。今日はもう2時間使ったんだから明日使いなさい。ねえマリアとさ LINE もしたいのよ。ねえちょっとママ。ダメ。ひどいママ。なんでそんなことできるの。なんだよ大きな声出して。パパちょっと聞いてよ。ママがね私のスマホ1日2時間しか使えないようにしちゃったの。ねえパパから言ってよ。そんなことできんのか今。そうなのよ。そういうこともできるのよ。ねえパパどうにかしてよ。でもな俺わかんないんだよそういうの。機械音痴だからさ。もうパパ。もうママなんか嫌い。リカ。ママあそこまでするのはちょっとやりすぎじゃないか。パパそう思うの。だって今の時代さスマホは必要だぞ。でもやりすぎちゃうのよリカちゃんは。それで目が悪くなったりしたらどうするの。眼鏡かけなきゃいけないのよ。そうだけどさでもロックするとかは俺は良くないと思うぞ。そうかしら。リカが余計に反抗するだけだって解除してやれよ。分かったわ。パパが言うならロック解除するわ。ありがとうママ。リカにさ一日中ずっとスマホをやり続けるようなことはしないように言っとくから。分かったわ。じゃあリカちゃんに言ってきて。ありがとなママ。もうパパは本当にリカちゃんに甘いんだから。リカ入るぞ。パパスマホロック解除されてないか。あされてる。なんで。ママがロック解除してくれたんだよ。パパが言ってくれたの。そうだけどさまあでもロックをしたママの気持ちも分かってあげろよ。リカの心配をしてるんだから。スマホをやりすぎて目が悪くなったりしたらママも嫌だからそうやってロックとかするんだぞ。でもロックはやりすぎじゃない？まあな。でもリカもスマホの使いすぎには注意しないとダメだぞ。分かった。これからは使いすぎないようにするよ。ちゃんと休憩も取るし。そうだよ。長時間スマホをいじってると良くないからな。分かった。よしまたもし長時間使ってたりしたら今度はパパがロックかけちゃうかもよ。やだやだパパもうなんてな。動画は面白かったかな。面白かったらグッドボタンを押してね。なぞなぞいくよ。地震じゃないのに揺れている食器ってなんだ。わかるかな。チャンネル登録はこちらからお願いします。動画を最後まで見てくれてありがとう。